どうも、かさこです。どうもです。やさかです。すねです。ゆうじです。じゅうじょうです。よしとみです。お願いします。さあ、今日なんですが、こちら小部屋なんですが、はい、タイトルにもあるようにですね、うん、皆様にちょっといろいろとご報告させてください。はい、まずはね、うん、もういよいよですよ、いよいよ明後日、はい、カジサック5周年イベントでございます。あっちの前やったよ。早いね。数ヶ月前から、うん、構想を練っていて、まあ、実はそれで言うと約1年ぐらい前から、うん、我々はもうちょっとなんかやりたいねって、そうですね、ずっと考えてて、で半年ぐらい前かな、もう盆踊りをやろうよまで言ってて、そうそうそう、祭りやろうっつってね。すいません、ことの経緯を説明すると、うん、でも祭りをしようよってやって、でいろいろ箱を探してたんですよ、うん、やっぱり雨降った時のためのこと考えたら屋根ついてる方がいいよねみたいな、うん、って考えてたら全然空いてなかったね。そうなんですよね。これちょっと厳しいなって、うん、ひょっとしてやっぱり俺たちドミノしかないのかなって言ったり言わなかったり言ったり言わなかったり、してたんですけど、そんな中西野とねちょっと喋ってたら、西野が盆踊りをやろうとしていた、うん、しかも場所が幕張メッセっていうところがあって、うん、だったらせっかくだったら一緒にやらないかということで、はい、煙突町の踊るハロウィンナイトと、はい、一緒にやるということになりました。いやいや、素晴らしい。でね、まあ、なんでこの動画を撮ってるかっていうと、はい、まず、まあ、来られるお客さんのためにもちょっと伝えときたいなと思ったのが、はい、現状おそらく情報があんまり出てないんですよ。そうですよね。でも情報を出さないイベントでもあるんですよ、うんうんうん、誰が出るとか、確かにどんなことをするとかいうのは、うん、もうあえてやっぱり記載西野が、西野さんが考えてますから、俺やったら全部言うけどタイムスケパッパッパッここでこれがあって、ここがこれがあって、そう、西野言わない言わない。でもカジサック5周年ステージっていうのはやるっていうのは伝えてるので、はい、そのカジサックチャンネルのその5周年ステージを見に来たいっていう方のためにもこれだけは言っとかないといけないんじゃないかなと思ったので、はい、まずこの一つご報告です、うん、何時なのっていう、そうですよね、ステージが、そもそもね。ちなみにイベント自体は、13時開場、はい、14時半開演、うん、で21時までなんですよ、はい、閉園って言ったっけ、そうで、終演誰が動物園何が閉園やな。何してんだよ。50年。ハッピーアニバーサリー。終演が21時となっております。うん、で、これまだ実は明後日なんですけど、うん、まだ明確な何時からっていうのは実は明確には決まってなくて、すごいですよ。そう。ただこれぐらいの時間っていうのはお伝えできるんで、それぐらいはちょっと伝えたいなと思います。うん、約大体なんですけど、うん、15時台です、はい、おそらく15時台にカジサックチャンネルの、ステージがありますので、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。だから17時18時夜になるってことはないんで、そうですね、あのよろしくお願いいたします。やっぱりさ、1日丸1日のイベントやから、うん、そのお仕事がある方とかが遅れてくるとか、うん、ね、早めに来て後でお仕事入れたいという方もいらっしゃるかもしれないので、はい、これはちょっとお伝えしたくてお伝えさせていただきました。もちろんこういう報告を取るのは西野サイドも伝えておりますので、はい、勝手にやったら怒られちゃう。確かにね、ね、これぐらいはいいということでよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。そしてね、うん、カジサックステージあるんですけども、うん、それ以外でも、まあ、ずっと動画では伝え聞きましたが、あのブース、はい、カジサック5周年ブースも作っておりますんで、はい、これ持っていく、これ明日だから、はい、このソファーとか後ろの本全部あるでしょ、はい、これ明日、明後日ほんまでしょ、うん、明日の夕方にこれトラックで全部持ってくる。いやー、もう空っぽになるわけですね、ここがね、空っぽ、すげー、もうみんなこう寝放題ここで明日止まるよここでスペースアウトから。確かにこれ全部持っていって完全再現、完全再現、うん、そこでなんか、まあ、フォトスポットじゃないけども、いいね、あのソファに座ってもらって写真撮ってもらったりとか、すごいな。あとはちょっとあの動画を回そうかなと思ってて、1個ね固定で、はい、であの視聴者の皆様にですね、もしよかったら顔出し OK の方でね、うん、あの一言ずつこう5周年へのお祝いコメントなんかもいただいて、それをちょっと小部屋なのかちょっとメインなのかまだ決まってないんですけども、はい、どれだけ来てくれるか分からへんから。確かにそうですよね、うん、予想できないですからね。そうや、もう3人とかやったら1人10分ぐらい喋ってくれるプレッシャーやな何回も何回もこう来てもらったりしてね同じ人が もう一回ちょっと本当にどうなるか分からないので、でもあの確実にどこかのチャンネルでは流そうと思ってます、はい、そして、まあ、今回の、まあ、目玉じゃないですけども、うん、これもお伝えしてましたが、はい、今回このイベントでカジサック5周年記念グッズ出します。やったー。でそれを今日はちょっともう見てもらおうかなと思って、うん、出していこうかなと思って。いいですね、はいはい、まずこれちなみに毎週キングコングというチャンネルで一回出しちゃったんですけど、うん、一つ目、はい、カジサック
お面でーす。やったー、かわいい。やっぱ祭りといえばお面ですよね。どうですか、うん、どうですか。なかなか裏側見せない。あんまお面の裏側見せる人いないよ。うせやん。いや、そりゃそうですよ。いいよ、別に知らなくて。別に知らなくていいよな。車の YouTube 見るのハマってて、うん、はいはいはい、で、なんかそのカーセンサーじゃないけど、はい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 、見に行くのよ。はいはい、そしたら車がこうやって見せてるで、こうやって。違う違う、それの理屈で言うと車ここ裏側見せてるみたいな。裏側回らない。カブトムシみたいな。そうそうそう。カブトムシのあのこの腹みたいな。そうか、こうか。そうですよ。こうはいらんのか。でも気になる方はいるかもしれない。裏側もどうしよう。いないかな。裏側は鼻のとこちゃんとへこんでないから。そりゃへこんでるやろうが。表でだけでいいわ。可愛くない？可愛い。これすごいよ。これ作ったんで、うんうん、そして、まあ、今回お祭りということなので、はい、うちわを作りました。これね、よくできてんだよね、うん、これ5周年って言ってね、もう今回用で作らせていただきました。かわいい、うちはあるといいよね。そう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 、うん、これみんなで話し合って、あの奥様方ともちょっとね、はい、話し合いながら、イメージして作りましたんでね、うん、これがいいんじゃないかということで、こちら、いいいい、そして、はい、もう一つございます、うん、これはですね、広げてみしたいな、はい、はい、じゃあヤスちゃん持ってくれる、はい、ヤスちゃん、ヤスちゃん、カチサク5周年記念タオルです。かわいいデザイン、いかがでしょうか。見えてる、木島くん。はい、見えてます。ヤスちゃん、こっち持って。かわいいデザイン、はい、裏見せんな。裏見せんじゃねえ。裏見せんじゃねえよ。ちょいすけでだいたいそうやろ、タオルの裏って。可愛くないですか、これ。可愛い、めっちゃデザインがね、大きさもね、使いやすいよね、これね。そう、これも、うん、あの日常で使えるようにしてますんで、うん、すごい、めっちゃいいよね、うん、このデザインもみんなで考えながらね、可愛、うん、はい、い、可愛い、作らせていただきましたということ。めっちゃ欲しいもん。なんですが、うん、基本的にはですね、来た方に、うん、発売、販売、うん、はい、させていただこうと考えてるんですが、はい、結構量多く作ったんですよ。そうですよね。そう、だ、おそらく余るんです、うん、そうなった場合は、皆様にも、はい、とはいえごめんなさい、カジサクの楽屋っていうアプリがあるじゃないですか、はい、そちらの方優先でまず、うん、そりゃそうだ、で、それでも俺余る可能性全然あると思って、うん、もしそうなったらちょっと皆様にもまたあの動画でお伝えしたいなと思っております、うん、はい、これお値段の方もお伝えしておきましょうか。そうですね、うん、はい、まずはこちら、うちは、はい、こちら500円でーす。うわー、安っ、ワンコイン。はい、なるべくちょっと安く、めっちゃ安いよ、したいなと。そしてこちら、うん、お面、うん、1000円でーす。やったー、1000円、いいね、ぴったりってのがね、うん、はい、そしてこちらのタオル、うん、1500円でーす、うん、いい、分かりやすい価格設定、うん、そうそうそう、うん、本当にどれぐらい来てくださるかわからないんですけど、うん、もしも結構な人数が来てくださったと仮定した場合、うん、やっぱり例えば530円とかにしてしまうと大変やんか、うんうん、確かに確かに、ね、これちなみに木島君現金だけやったっけ。カードも OK です。カードも OK、でも未だに現金派の人よりは俺みたいな。確かに、うん、そう、そういう人やったらやっぱりワンコインとか、うんうん、1000円1500円とかの方がいいかなと思って、それがいいわ。こういう値段にさせていただきましたんでよろしくお願いします。お願いします。ちなみに会場が13時って言ったじゃないですか、はい、もう13時から買えるようになってるんで。おお、なるほど、いいですね、はい、素晴らしい。開演前でも大丈夫なんです、うん、すごい、はい、うん、ただまあ我々だよね。ああそうですよね、うん、15時から我々ステージがあるんで、本番がそこであるから、ステージのおそらく13時にはブースには我々いないね。そうですね、うんうんうん、そこはだからちょっとせめぎ合いかもしれない、うん、あー確かに、来てくださる方々の中で、そうね、買いやすい時間はそこかもしれないけど、うん、我々はいないっていう、いない、うん、でもカジサクチャンネルのステージが終わったら、はい、まあ、僕が結構歌ったり踊ったりするんで。そうよ、バンドザウルスもありますから、はい、うん、あの時間があったら行きますけど、はい、ベースチームカジサク基本ベースいるんで、はい、います、はい、うん、常はね、なんやったらキッチンカー、はい、そうだ、お店やってるんで、ね、はい、そこ行ったり来たりとかいいんじゃない。あ、うん、いいですね、働かしてよ。え、マジっすか。うん、行きたい俺も。いや、来てくださいよ。うん、時給なんぼ。え、じゃあ280円だよ。いやー、安いなー。ちょっと安いっけ。相場タダでしょこれ。でも時給って言ったら安い、時給って言ったら安く感じちゃった、まあね、280円なんかそんなもあったりとか、うん、いいいいいい、できたらいいかなと思いますんでね。いよいよやね。いや、いよいよ、あっという間でした。あっという間よ。で、まあどうしよう。え、あら、どこまで、これはどこまで言うのか問題で、うん、いや、なんかやめよう。今なんか
西野がファッて出てカジーっつって、うん、ちょっとやめとくわ、はい、楽しいイベントです、はい、で、この間動画メインでも上げさせていただきましたけども、うん、配信もありますんで、うん、あの概要欄に載せておりますので、ぜひ皆様ご購入よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。配信の日時は10月29日の18時、はい、いつもの僕らのチャンネルのメインチャンネルの公開時間と一緒なんですけども、はい、その時間帯にドンって配信させていただきますので、すごい、もちろんカジサックチャンネルステージの一部始終はもちろんのこと、はい、裏側だったりとか、うん、もうリハーサルも回そうかなと。わあすごい、もうメイキングが見れるわけだ。メイキングもそうだし、 あとブースの雰囲気だったり、はい、お客様がいる状態でもしも音楽が被らなければ撮りたいなとか。あそうですね、そうそう、で全部終わった後のアフタートークだったりちょっと盛りだくさんになるんですけども、はい、そちらの方よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。じゃあ最後の一言ずつもらおうかな、はい、まずはじゃあ浅い人からいこうか。できた。なるほど、うん、どうですか吉富さん。僕はもう夏にはまだ名古屋にいたんですけども、そう、ね、うん、気がつけば幕張メッセに立たせてもらったすごいすごいことだね、はい、ほんまに。いや本当そうですよ、うん、だから、加入して、うん、温かいコメントで迎え入れてくださった皆さんと、うん、直接お会いできるチャンスだと思いますので、うん、はい、生よしとみが行きますので、生よしとみ、はい、確かに楽しみによろしくお願いいたします。はい、お前やな、うん、数ヶ月前まで名古屋おって、いやそうですよ、数ヶ月後に幕張メッセの舞台立てるやつ、いやすごいな、面白い人生だね、すごい人生、おもろいな、うん、さあそして順一長、はい、僕も幕張メッセみたいなこう大きい舞台には出ることなかったんで、リュウジは、あ、やばいやばい、続けさせてリュウジはじゃなくて、いやじゃなくて、今幹部寮になって浸って喋ってたのにリュウジはじゃないんですよ、喋らせてくださいよ。失礼しました、失礼しました、はいはい、いや僕もやっぱりこれじゃなくないこれじゃないよね、ああこれで合ってるよね、合ってる、やってみてよ、絶対勝ってね、じゃあ何しろ勝ってたもん止まって走って止まってやろうずっと走ってるから、うん、ごめんごめん、俺が悪かった、失礼しました、はい、はい、僕もやっぱ幕張メッセという大きい舞台を立たせていただいて、しかも皆様と今回触れ合えるようなイベントじゃないですか、うん、そうね、もうそれがすごい楽しみで、僕も皆さんと一緒に楽しみたいと思いますので、ね、ぜひよろしくお願いします、はい、よいしょ。それによってジュンは、はい、もうある種プロというか、うん、そういうなんて言うんだろう、常のキッチンカー手伝ったりとかして、はい、そうだそうだ、常から聞いてるのは、はい、あいつバケモンです。そうだそうだすごい、もうお客さんとのこう接し方、うん、距離感の縮め方が、うん、バグってるから最高ですね、はい、そうそう、売り場に立たせたら任せてください。ジュンは距離感をバグらせるジュンは距離感をバグらせるニューシングル聞いちゃって著書だ著書だ聞いたすか著書だ、めちゃくちゃめちゃくちゃ言われるの、怒られたカジさん発信だった、カジさん発信だった、勝手に出せよカジさん発信でしょ、俺は別に言うのだけなんか、なんでお前気づいたらお前シングルなんか言うだろ、ニューシングルって大変失礼しました。でも本当に気軽に声をかけていただきたいですし、はい、なんだったら彼はおそらく自分から行くタイプなんで、あ、そうね、喋りかけに行くタイプ、そりゃ心強いよね、うん、盛り上げてください、はい、お願いします。さあ、そしてリュウジ、はい、僕も5周年記念イベントということで、うん、めちゃくちゃこう、なんて言うんですか、この記念すべきところに、幕張メッセって吉富さんもおっしゃられましたけれども、ね、立てて、もう本当にどうしよう、どうしよう緊張します緊張しますそうそう、なんか泣きそうに見えるすいません大丈夫か、はい、大丈夫です。でめちゃくちゃ楽しみで、うん、まあ、何よりも視聴者さんに会えるっていうのが一番の楽しみにしておりますので、うん、よろしくお願いします。はい、じゃあ電話番号もらったりなんかしたら、あらーやー、うるー電話番号うるー令和5年でルーズリー、あ、紙でこう、あるであるで、うる、紙で電話番号、握手するときにこう、こうやってこう、うるー誰の何それその渡し方何それ、え、今ちゃうやったっけ、全然違うだろあ、LINE の ID 紙に書いて渡す、いや、どうやって書くのID か、QR かと思った書けるだろ、ID はQR か、いや、でも QR もさQR コード書けるやん、書かれへん、あれ、手書き QR コード、どうやって書くんやん、ボールペンでもう写したらいいやん、無理だ
無理だ、無理だ、趣味でも、無理だ、無理だ、インクの問題じゃない、無理だ、こうやって QR コード書くやついないんすよ。そのボケ予測して言っちゃった先に失礼しました。 ID はかけるかける。まあね、そんなこともあるかもしれないですね、はい、さあ、そして安田、うん、はい、あ、つね、はい、お願いします。お待ちね、お願いします、はいはい、僕はやっぱりまあこのオフ会みたいな感じでやっぱりこういろんな方と視聴者さんと触れ合えるのがまあ第一に楽しみで、はい、で、やっぱり家族でも出させていただくんで、これもまた一つの楽しみで、はい、このイベントで僕はやっぱりこの出展させていただくっていう、うん、これもすごく楽しみにしてますので、うん、ぜひ皆さんお腹を空かせて、はい、来ていただきたいなと。確かにそうですね、はちゃめちゃムーチョでしょ。いやいや違う違う違うムチョメチャムーチョ、ムチョメチャなんかぐちゃぐちゃな感じしてますハチャメチャムーチョ。確かにビチョビチョじいさん、ビチョビチョじいさんいないです。私が触れたじいさん、シワシワばあさん、シワシワばあさんもいないです。じいさんがいたらシワシワばあさんもいるかもしれないいないです。珍しい、今日滑舌いいですね、うん、ありがとうございます。流暢本気でやってます、はい、むちょめちゃむーちょというところでやってますんでね、あのタコライスめちゃくちゃ美味しいんで、はい、ぜひ皆様、食べてくださいね、よろしくお願いします。それで言ったらあれ言っとかんとつね、はい、もうつねほんまに2700を脱退してから、もうほんまに肘封印してるんですよ。肘封印してます。肘封印よ、はい、やっぱりあれは2700のものだと、うん、そうで、新しい相方も今探してるんですよね、はい、2700でひょっとしたら肘やるから、うん、もう常のんじゃないんで、そう、さっき常にちょっと悩んでて、悩んでるんだよねこれ、めちゃくちゃ真面目じゃないですか、うん、こう道端で、あ、常さん、うん、肘やってくださいって言っても、はい、彼やらないですよ、うん、まあそうなんね、真面目だから、真面目だから、ちょっとぐらいええやん思ってもやらんねんな。いやもうそれはもう2700のもんなんで。そうなの、はい、うん、あ、そうか。だから、ぜひ皆様、肘やってくださいって言ってください。いやいやいや、困るんですよ、なんでそれを流すんですか。やらないんですよ。なんて声かけたらいいの、うん、確かに、うん、いつもだったら肘やってくださいって言えたじゃん、気軽に、うん、そのようなものはありますか。チラ見せ、チラ見せ、ちょっともう、どういうこと、何をチラ見せさん。いや、もう、火だけ、なんか肘の G までいかない、火どういう状態なんですか。なので、もし、うん、その言っていただいたら、うん、これぐらいは、チラ見せ、こうやって、あ、じゃあ、肘やってくださいって言ってもいいってことですね。いや、そこまではっきり言っちゃダメだから、はい、火だけ言ってくれたら特別にチラッと見せますよっていうことで、全然みんなそれ見たない。やっぱこれを見たい、出すのが見たい、これが見たいから、でもそれはダメ、できない、うん、すいません、何卒よろしく、はい、よろしくお願いします。真面目だからね、はい、そうそうそう、でも偉いなと、偉い、はい、そして安田、はい、うん、はい、今でもちょっと話にありましたけど、常、うん、さんにそうやって声をかけるとか、龍二、うん、がラインがどうこうみたいな、まあ冗談で言ってましたけれども、うん、実際結構気になる方もいらっしゃると思うんですよ、うん、ちょっとすみません、僕の感想じゃないですけど、うん、こうなんかみんなチームメンバーが例えばいる時とかに、うん、例えば龍二がいる時とかに、うん、話しかけていいものなのかとか、なるほどね、まあ、それってはっきり言っといてあげた方が全然オッケーでーす、ね、ぜひ、うん、ぜひね、交流したいんでね、その話すポイントにもよるかも、あ、確かにね、なんか例えばお客様が混雑してる状況で、うん、足をストップさせるような場所だったりするとちょっと話せなかったりするっていうところか、うんうん、はい、写真とかもそうだね、はい、あ、そうですね、そうそうそう、うん、確かに確かに、そこはちょっと空気を読みながらという形でございますので、うん、みんなで協力してね、はい、それだけ大丈夫だったら全然、うん、写真とかも OK です。そうだね、状況によるね、うん、本当に、はい、なので全部が全部取りますとは言えないんですけども、そうですね、その時の状況で決めさせていただきますので、まあ、周りにスタッフも常にいる状態なんで、はい、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。すいません、ちょっとそこが気になった。ナイスナイス、はい、うん、で、まあ、僕自身なんですけども、うん、これ現状本当にあんまよく分かってないじゃないですか、うん、あんまり情報がないからね、僕らも、うんうんうん、だからもう本当にシンプルに楽しみですね、イベント全体で言うたら楽しみよな、ね、確かに、何やるんだろうって、だから皆様と同じ気持ちで、なるほど、ちょっと楽しみたいなと思います、はい、うん、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。佐藤さん、はい、やっぱりチームのみんなはもちろんですけれども、うん、ね、解釈ファミリー、そして常ファミリー、リオちゃんも一緒に幕張メッセに立てるって、こんな夢みたいなことないので、はい、そのイベントはもちろん一生懸命楽しみたいですし、みんなも言ってた通り、やっぱ視聴者の皆さんとこうやって直接会える機会ってもうなかなかないですから、もうそこは思いっきり楽しみたいと思っておりますので、何卒よろしくお願いいたします。いや、ほんとそうだね、うん、
もう緊張も多分するとは思うけども、うん、マジで、うん、マジで楽しんだ方がいいと思う。そうですよね、だってこんなことないよ、ない、うん、これから先ね、カジサクチャンネルでオフ会やると思います、うん、でも幕張メッセでやることはないから、うん、そうですよね、そうそうそう、そこを今一度ステージに上がる前にみんな胸に入れていこう、そうそうそう、うん、最初で最後っていう気持ち、最初で最後だ、最初で最後でこうやって緊張してたらしゃあないやつ、うん、楽しんだもん勝ち、楽しんだもん勝ちですからね、うん、笑顔でドカーンと出て、うん、恋は時間をバグらせるも歌いますし、うん、心躍るも歌いますから、よいしょ、まあ、大盛り上がりしてもらえると思うんでね、はい、あのぜひ皆様当日来る方よろしくお願いします。そして配信購入してくださったたくさんの方々がもう購入してくださってるという情報はもらってます、はい、お楽しみにということでございます、はいはい、では、うん、明後日、明後日か、現地に来られる方は幕張メッセ、そして配信で見られる方は画面通してですけども、はい、お会いしましょう。お願いしまーす。最後まで見ていただきありがとうございます。インスタグラムのフォローお願いします。 X のフォローもお願いします。 TikTok のフォローもお願いします。またお会いしましょう。